陽蔵の書、我未だ追いず。左の上に笑っている老人がいる。はい、次。我未だ追いず。左の上に笑っている顔がある。これは九春、前も同じだけれど、九春我未だ追いず、90歳我未だ追いず、餅を食べて小眼を開くということ。はい、次。これは監視、汗は流れ、汗は軽量に流れ、熱きこと、落雅如し。猥欲、襟を開き、金を開き、半睡のうち、まあ、眠っている、というふうなものである。はい、次。これも漢詩。海村万歩、家三五。海の村、夜の入り江、家が15軒ほどある。白露飛び来たれて水油に似たり、白露が飛んできて水が油にのように滑らかである。海図、海がな。はい、これも同じやつで、高村万歩、家三五、白露飛び来たれて水油に似たり、いずれのところか垂れぞ歌う。歌一曲。はい、次。これは汗は軽量に流れ、軽量の首、熱さ役が如し。猥欲。はい、次。肌を犯す霊気、清きこと水に似て、湿節、これ秋の虫、五道月一光、五道いうのは霧やね、霧の木。はい、次。西風さつさつ、秋光淡く。西風というのは秋の風、さつさつは風が吹くのをさつさという。秋の光が淡く、万景人なく、そばの花。万景のは辺り一面広く広く、人もなく、そばの花が咲いている。はい、以下省略。次。肌を犯す霊気、清くこと、水よりも清し。肌を犯す霊気、水よりも清し。はい、次。肌を犯す霊気、水よりも清し。はい、次。三千草木、古今同じ。山や川は、草や木は、今も昔も変わらない。はい。次。西風さっさつ、秋光あわし。これは秋の風が、さっさっさと吹いて、秋の光が淡い。はい。次。風煙ひと去り、ドクロ渦高く。風煙というのは戦いで馬が駆け巡って煙が上がる、これを風煙と言っている。風煙、あるいは、まあ風が吹いてベーッと砂ぼこりが上がる、
風煙、人去って、ドクロうず高く。これは戦争で死んだ人のドクロうず高く。破行、虚しくなり、鉄壁悲し。破行というのはまあ、貸すことやな。制覇する。虚しくなり、鉄壁悲し。今となっては、この鉄壁の音の音が悲しいという点。はい、次。方向反省。行く山川。方向というのは、まああちらこちらさまよい歩く。半生、これは50年。行く山川、たくさんの山や川と言っている。はい、次。まあ、ここら辺の字が力強くていいなと思う。英雄楽々、一段字、千里百年。思うところを押し、楽々というのは心が大きいというふうな意味。英雄楽々一段寺、千里百年、遠いところまで、遠い、まあ期間を思うところを押しとかいうふうな歌である。はい、次。正門築景つく斜めに望み、友いたりて南見夜まさに深し。これが松の木のある門、築景は竹の生えている小道、月斜めに望むは月が斜めに差している。友いたりて、友来たりてとかいう歌。はい、次。官邸丁重、田園を愛す。これは人気のない趣のある静かな庭。丁重は泣く鳥の田園を愛す。はい、次。談論握手、これ我が僧。談論というのはまあお互いに意見交換して話し合うこと。握手、手を握り、握る。これ我が僧、僧の仲間、友。はい、次。幽亭早日、雨糸のごと。幽亭というのが人気のない静かな趣のある庭。ボロ家、廃壁、破れた壁に雨が糸のごとく降る。雨、糸のごとし。困学、生涯。困学というのはいろいろ苦しんで学問した生涯。あれを置いて、誰か知らん。幽亭早き、雨、死のごとく、糸のごとく、混学生涯、我を置いて、誰か知らん。はい。百年、一人だし、静かに、セミを聞く。はい、次。赤心幽谷、涙棒だ。立志、夢中、歳月する。赤心というのは、まあ、真心。飾り気のない心。幽谷というのは国を憂う。涙棒だ、棒だいうのはしきりに流れる。はい、次。
君を迎え今日野心の時、まあ友を迎えるということやな、君を迎え今日夜深き時なき、まあ夜が更けているいう時ね、はいという終わり、あ、はい、最後横短日、これは光が淡い日、短日成功あまねく、春のことやな、短日清らかな香りが一面に立ち込めてやる、新王今年生まれたウグイスが鳴いて2月の天がの下にいる、はい、終わり。枚数がたくさんあるんで、もう全部簡単にやった。漢詩を詳しく説明しても、ほとんど読んでくれない。誰も分かってくれない。誰も分かってくれないのに、詳しく長時間やるのは馬鹿げているんで、今日はもう簡単にやった。終わり。一生懸命見てください。意味も考えてください。